である。2014年3月18日のアンドロイドウェア公開とともに発表され、同年9月5日に米国で発売された。LGG ウォッチ、サムスンギアライブに次いで3番目に発売されたアンドロイドウェア搭載機器となる。元360は古くから一般的である文字盤が円形の腕時計のデザインに基づいて設計されている。 アンドロイドウェア搭載機としては初の円形ディスプレイを採用している。ただし、新淵ではなく株が少し欠けている。これはディスプレイ駆動部と環境光センサーが内蔵されているためである。ディスプレイには静電容量式タッチパネルが搭載されている。本体ケースはステンレス製でライトとダークの2色カラーバリエーションが展開されている。 ベルトは幅 22mm の革製となっており、ブラック、グレー、ストーンの3種類が用意される。センサーとして、旧軸センサーと心拍センサーを搭載。充電はワイヤレス充電の地位に対応しており、専用の充電機器も付属している。元360のオペレーティングシステムは Google の Android Air である。Android 4.3以降の端末と、 Bluetooth でペアリングして端末で受け取った通知を Android Wear 側で操作できる。またいくつかの Android Wear 専用アプリをサポートしている。ありがとうございます。